ゆーちゃんラットです。そしてお疲れちゃんゲフ、コカゲフよいしょ。はい、というわけで、はい、今日はね、コタと一緒にやっていきたいと思います。で、今日はですね、アップデーがあった、そう、まずシーズンが終わってアップデーがねあって、また環境が変わったっていうので、まあその辺もろもろ話しつつやっていきたいと思います。はい、はい、で、まあ、大きくどうしたんですか、大まかに何が変わったかっていうと、三銃士がね、はい、今日ちなみに紹介するときはこちらなんですけど、はい、まあ、三銃士が休骨になったっていうのがね、まあ、一番大きいと思いますね。でもヘッジ時間が半秒に伸びたっていうのは、そうなんですよ。なんだろう、ゴレとか出てからその場に止まってるじゃないですか、3秒間ぐらい、うん、まあ、そんな感じで、まあ、三銃士もねそういうタイムあるんですけど、まあで、あと他にダックプリが強化されたとかちょっとなんすか、いや動画撮ってるんですよ、本当に。じゃあナイキさんとマネージャー、そう、マネージャーのね、ガリレオさんと、あと天狗とか、なんか周りで、なんかゴキブリごっこみたいなことしてるですけど、まあ、はい、やっていきたいと思います。はい、ちゃんとしてください。ダックプリか豪華わかんがなんかね、射程が伸びたのと、何が伸びた、何が変わった、攻撃範囲、そう、範囲が広くなって、さらにその射程もちょっと伸びたんで、なんかね、貫通するんですよね、めちゃくちゃ貫通するから、なんかね、結構、そんなことがあるのみたいな、それで入るのみたいなダメージとかが結構入ったりします。なんで結構、まあ、そう、めちゃくちゃ強い、なんだろうな、三銃士と一緒ぐらい注目されるというか増えると思いますね。まあ、なんで敬語なんだろうっていう、この、はい、まあ、はい。で、まあ、あとはなんかプリンセスの打つのが速くなったり、優秀になりました、うん、とか、バレルがちょっと強くなったり、あとはウォールブレーカーとかボンバーがなんか強くなったぐらいですかね。なんですけど、まあ、大きくこの辺だなと僕は思ってます。なんで、まあ、これはね、早速使った三銃士、前にもなんかこんなんあったんですけどね。はい、今日はこちらを使ってやっていきたいと思います。はい、ちなみにワイはちょっとワイはって言ったら急にワイはよくない、たまに言うんですけど、今季終わってあれだね、最後フィニッシュは7200ちょっとだったんですけど、一応73には無事行けました。ちなみに、聞いちゃいます、ちなみに一応聞いとく、一応ちゃんと喧嘩には一貫劇が、そうです、最後もう10連敗開始、もう6、7くらいまで落ちて終わりました。はい、甘えてんな、甘えますか、甘え、そう、これアイゴレ工場とか、まあ前もそうだったか、でもこれでも気持ち、あ、先行式だ、ヤンゲチュママゴリババガン、そう、雪、そう、そう、プリンスが、だからダックプリが強化によってすごい変わるのが、ジャイプリプリが増えたんですよ、うん、ジャイプリプリが増えたのと、あとなんかダックプリコガツとかプリンスコガツっていうのが結構増えたんですよね、うん、なんでその前より圧倒的に枯渇の量が増えてる、だから雪玉も欲しいんですけど、雪玉にしちゃうと体験が、そう、枯渇に単純にきつくなる、うん、だからまあ僕はタルを採用してて、でこのアイスピラクが僕結構好きでやってたんですけど、その好きだと相手のラムライダーが止まんないんですよ、なんかバルーンがちょっと多かったんで、その名残でっていうのかな、まあ、なんか残り物バルーン用のラムがいるんですよなんかラムがマジどうにもできなくてっていう、待って、ミラー対決みたいにしてんだけど、どういうこと、やばくね、やばいよマジ、てか攻めたらあれか、ワンチャンきつい、ダックプリ、おお、ガガムレ、そうなんで、そのスケだとそのプリンスとか多いんでね、すごいいいんすけど、それはそれでいいんすけど、まあこういうガガムレとかにもやっぱ雪玉ないとやばくない、そうなんですよね。なんでこれちょっと許容してリポンきます。ワンチャン攻めてもいいかな。ミラー解決が重要なのはやっぱりエリポン置くの。うん、エリポン置かないと結局後々最後に絶対勝てなくなっちゃうんで、我慢してリポンどれだけ置けるかですね。そうなんで、まあ好きだとすごいプリンスに受けれ、プリンスとか受けやすいんですけど、もうラムライダーが来た時だけ苦しくなります。ラムライダー案外いるもん、ね。出たこれ、出たこの固まる時間。これめちゃくちゃ違和感すごいね。けどまあこうなったことによって逆に三銃士の前にアイゴレとか工場とかつけやすくなるっていうような
ポジティブ考えはワンチャンできるんですよね。防衛感重視がちょっとやりにくかったのと、うん、やっぱ前に見解やるとえこいつうまくね待って待って待ってやばくおいやば終わったかいいや甘い甘い甘い大丈夫あワイヤでほらいいいいやばい若干効くやばいやばい声強いします、はい、襟も行きますわ、まあ、やべえちょっと待ってシンプルに入ってうまいんだけどやばいこれ左ワンチャン締めくるかな。これで、ああ、これで三次展開だ。アイグレからの、あ、でもアイグレからの三次展開したら。まあ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 、同じですね。同じなんですけど、僕のハンターは。うわ。で、これ絶対右に、いや、どっち攻めるかな。わかんねえな。単純にガゴムゲがこうなるときついよ、ね。やばい、そう。そうだよね。ガゴムゲがちょっときつい。うん、来た。やばい。あ、4、あ、爆破以下、死ぬ。うっ、ふっ、ふっ、ふっ、やべ、あ、やべ、いや、いける、大丈夫、守れる。本当に？あ、終わった。いや、オーブネー、オーブネー、終わった、終わった。終わったやん。なんで？いや、多分、ユーゴの、ユーゴが。うわぁ、マジ？そんなことある？そんなことある？ちょっと待って。そんなことある？あったなぁ。そんなことある？じゃあリベンジ。じゃあ大丈夫今のは。マジ？っていう感じでまあ三十四がやっぱ増えますね。一発目。一発目三十四。三十四増える分今までバルーンがなんか大掛か呪文なかったのが。あそう。いなくなるよ ね。最近なんかそのタルババ雪玉のツースペが2枚入りデッキとか多かったんですけどやっぱ三十四。のせいでっていうかね三次が復活することによってまた大きく今まであったデッキがほぼ弱くなったりとか、うん、また変わりますねスペルだけ変わるとかすごい変わっていくよねそうなんですね三次士いるいないでいけつないぐらい変わりますねクローンもかなり使いにくいしそうだねマジ、まあ、あとダックプリがでかいかなダックプリによってコカツも増えたりジャイプリプリが増えたりなんか今回のアップでは久しぶりになんか結構大がなんだろう変わるね、環境がすごい大きく変わるアップデートだなと思いますね。ファイボアのホリジャイプリプリエレキメガゴファイボウッドザップディガーとかもう全然可能性ありますね、うん、そうなんだよねこれ時代説あるなああほら本当にでケツこれだってケツダクプリかケツエレキとかケツマスキかなどっちかおー来た待ってマジすごいそうすごい2回連続アップゲンの A 手じゃんそうなんですねこういうデッキがすごい増えるんですねこれはちゃんとあ待ってお前あまあまあ、まあ、もう自分を守るために犠牲にしたダクブリそうこのジャイプリプリも増えますね圧倒的に単純に強いよね、うん、あれこれディガあったっけディガ最初に今回かあ当てますあ、はい、終わった待ってこれやばい割と割と普通にやばいよ、ね、割とやばいんですけどこれはあのダックプリは逆サイの工場で釣って逆サイのハンターに防衛してもらいます、うん、よいしょでこの間にしっかりアイスピで止めつつ防衛します OK これしたらついでにこの工場があの攻めになってくれるんで相手もメガゴー入って痛いダメージ痛いやっぱどうしても火力がちょっと低いっていうのはあるよねあまあ唯一の弱点かなだからそのまあダクプリが増えたことによってあのダクプリとプリンスって気持ちなんかセットみたいなのがあるんでそれがちょっと辛いですね絶対に増えちゃうっていうこのプリンスがねてかハッター割いたらダメなんだよよいしょまあいいやはい逆サイ来たらゴリゴリで守るエリボン行きますこれねまだ迷いますで真ん中に置いたらか左側に置いたらスペル打たれるんでこっち置いてます、うん、もうゴリゴリで守る気しかかないあーきちいどう守るかハンターでゴリ押すハンターでゴリ押すハンターでゴリ押すエリボンはしゃあないやいやこれね守るよいしょおもうねエリポン、あ、待って、俺のエリポン守りけがいいえ、これ2連敗はさすがに嫌なんだけどさすがにないこれね、うわしかも三次士出しにくいと思ったけど今相手5打ったんで出します確かにでも、プリプリって割とあーでもそう、オッケーこれね、餌っすね
餌っすね。すごい地球が。やばい、ファーブドル、ゾップドル、やばい。やばい、塩味して、塩味して。あ、オーブル。しかもこれあのワンチャンこの出しとかないと殴られて、ハンターがダクフリー殴られてそのままダメージ受けちゃうんでね。うん、でも相手のアガフォリは今のは割と美味しい。つら、うん、い。ここから難しくない？こっから鬼むずい。エリポン置くのは怖いっていう。あ、待って、このハンターやった。これ逆サイジェイがうまい。おお。待って、ちょっと待って。これはもうマスケで頑張ります。あ、これが怖いよね。それこのタイミングじゃやっ。今回のアップデートで一番ぐらいきつい。おお、入った。あ、待って、ちょっと待って待って、ああえ、ちょっ と, ってょっと隣の部屋から笑い声したんだけど、あいつ負けてやがるわっていう。え、攻撃は、いや強い強い、おや、おやおや、なあ今何ゲマったんだろうゲマ。まああれっすね、喋ってるっていうのを言い訳に。まあまあ、これはあるけど、ね、けど、まあ、あれです。多分、本当に、おさっきまで調子よかったんだよな。マジで、これ、結構ガチ。まあ、あれですね。今、エリポンを少しも守りがかけるね。まあ、あとは、環境変わったすぐなんでね、ちょい、また、他のデッキも、ちゃんと紹介していきたいなと思いますね。ちょっと、今日は。今日は。こんな感じかな。まあ、三十四節気なんかまあ無限に結構レパートリーあるんでね、一、うん、枚変えるだけでも世界変わるし、はいはい、なんで、まあ、自分ごとに身にするのもありですし、またねいろんな方が出ると思うんで、はい、そちらもお楽しみにください。はい、ってなわけで、まあ、三十四急行数になってそのハンデみたいな3秒待つのありますけど、結局まだまだ強いと思ってるんで、まあ、10個距離からね。そうですね、まあ、多分あの三十四デッキをどんどん紹介する人と対三ケンツとか多分ね、ケンツとかが三十四絶対倒すマンデッキみたいなね、多分出るんで多分ねそこの戦いが始まるんでね、はい、その辺も楽しみにしてみてくださいというわけで、はい、はい、まあ、こんな感じでコタのねチャンネルも貼っとくので、皆さんぜひチャンネル登録とあとの動画見に行ってください。お願いします。というわけで終わりたいと思います。お疲れ様でした。バイバイ。